お嬢様、お待ちしておりました。こういった歌などいかがでございましょう。うん、手袋、こちらいかがでございますか。お嬢様、寒い季節になりましたね。こういった歌などいかがでございましょう。お読みも大変お似合いになっています。ただ風も強ございますからね。これでバッチリでございます。お嬢様、もうお召し物はお選びでしたか。では次はお足元も何かお選びいたしましょうか。せっかく素敵なお召し物をお選びになりましたから、足元はシンプルにしてお気に入りのお召し物が目立つようにいたしましょうね。ではここはやはりシンプルな真っ黒なブーツなんていかがでしょうか。お試しになってみますか。かしこまりました。ではどうぞおかけください。ではこちら靴ひもを整えまして、一度サイズをお試しいただきましょうね。さあどうぞ。お嬢様どうでしょう、お靴はきつくありませんか。ようございました。大変お似合いですね。しっかりお召し物が引き立ってようございます。ではまだまだこれから寒くなりますから、よろしければもっと手を温めるものなどもお選びになってはいかがですか。ではお嬢様、最後は手袋、こちらいかがでございますか。そうですね、いろいろご用意もございますので、はい、こちらのモコモコの手袋でしたり、あとはこちらも非常によろしゅうございますが、でもそうですね、本日お召し物に合わせまして、お嬢様こちらの手袋いかがでございますか。ではこちら私がご用意差し上げます。ではどうぞお嬢様。なんだか緊張いたしますね。ではこちらもどうぞ。お嬢様、非常にバッチリお似合いでございますね。ではそちらでどうぞお出かけくださいませ。素敵でございます。五十嵐でございます。あ、ワンピースにあれですね、アウターを着ていただいて、ブーツで手袋と完璧ですね。素晴らしいです。素敵でございます。私もですか。私はちょっとそれはあんまりやらない感じなんですけど、いいですか。もうお嬢様のお願いとあれば喜んで。はい、じゃあですね、どうしましょう。はい、少しやっぱり頭のそこも冬の装いをですね、アクシーズファムらしいですね、こちらのベレー帽ですね、ちょっといいですか。私執事だ、五十嵐坊ちゃんなんですけど、これをですね、こうしてこうまっすぐにするとキョンシーみたいになりますんで、こう後ろの方、そうです、あー素敵でございます。これでトータルでございます。ありがとうございます。お召し物も揃って今年の冬も楽しく過ごせそうでございますね。それではお嬢様、お気をつけて行ってらっしゃいませ。